の湯温泉は、熊本県阿蘇群小国町にある温泉。九十連山の一つである標高1499.5メートルの湧いた山西陸ののどかな高原上の山地にあり、竹の湯温泉、地獄谷温泉、山川温泉、阿蘇う都市温泉、鈴ヶ谷温泉と共に湧いた温泉郷を構成している。その名の由来は、有害山の南斜面の日当たりが良い場所を、 ハゲと呼んだことや、温泉の蒸気のために、草木が育たない、ハゲ地など、いくつかの由来がある。ハゲの湯温泉とも書くが、正式には、の湯温泉と書く。ただし、の湯の名の由来は、旅館の経営者らにも知るものがない。しかし、ハゲという地名は、山間の狭い狭い場所、日当たりの良い南向きの場所、切り立った斜面で川に近い場所などを意味し、 の湯温泉の立地はそのすべてに当てはまる。日本全国に、ハゲという地名は全部で二十ほどあるという。地面の至るところから、湯煙が上がるの湯。山水、松屋、湧いた、山荘、竹の蔵の四軒の旅館と、九百九十八年開業の家族風呂専用の二十四時間営業の日帰り貸しぎり温泉、くぬぎの湯、一軒の共同浴場とからなる。旅館ごとに、 専用の源泉を持つため、異なる泉質の温泉があり、ほとんどが源泉かけ流しである。山の斜面を利用した立地の旅館からの眺望が良く、広大な展望と自然の懐に抱かれた静かな環境が堪能できる。湧いた山の登山口でもあり、1時間ほどで有害山頂に至る。温泉地の地面の至るところから、もうもうと湯煙が吹き上げており、 独自の景観をなしている。また、この地熱を利用した虫地鳥等の料理が名物になっている。旅館、山水の洞窟風呂の有限性の一つ。漫画家の告げ吉春が昭和40年代に旅のスケッチで描いたこともあったが、当時は地元の人以外知る人の少ない小さな当時場に過ぎなかった。その後の人をブームの煽りを受け多くの人の知るところとなり、 一般客が激増、旅館のすべてと共同浴場は新調され、当時の面影は失せている。1980年頃には、7個からなる小さな集落で、当時旅館は2軒しかなく、それ以前には5軒あったそうである。かつては、湧いさ山、九十山への登山客に多く利用されていたが、車の利用が多くなり、一時は錆びれた。AB 藤原健三郎。 人と人の温泉の旅1981年3月25日、観光。ありがとうございます。